ジャクリーン・コクランはアメリカ合衆国の女性飛行機操縦士、実業家である。飛行機に関する数々の記録を打ち立て、1953年には女性として初めて音速の壁を破った。子供の頃のコクラン・ジャクリーン・コクランは1906年5月11日にフロリダ州ペンサコーラで生まれた。出生時の名前はベッシー・リー・ピットマンで、 五人兄弟の末っ子だった。父のアイラピットマンは腕利きの製材校で製材所を設立したり建て直したりするために各地を転々としていた。一家は決して裕福ではなかったが、コクランの幼少期においては当時の他の家庭と似たようなものだった。ある説によると食卓にはいつも食べ物があり、またコクランは自分は養子だと主張していたが、 実際にはそうではなかったという。1920年頃、13歳か14歳だった頃にジャック・コクランと結婚した。二人の間には息子のロバートが生まれたが、1925年に5歳で亡くなった。ジャックと離婚した後も、コクランの姓を名乗り続け、ファーストネームをジャクリーンに改名した。コクランはペンサコーラで美容師の仕事を得て、その後ニューヨークに移った。 そこでコクランは、その容姿と行動力のある性格を生かして、サックスフィフスアベニューの一流サロンで仕事を得ることができた。コクランは、その後、ハリウッドで、アトラスコーポレーションの創設者で、RKO の CEO のフロイド・オドラムと出会った。オドラムは、当時、世界の10大富豪の一人と言われていた。オドラムは14歳年下のコクランに夢中になり、 彼女が化粧品ビジネスを立ち上げるのを手伝うと申し出た。1930年代初頭、友人に飛行機に乗せてもらったことがきっかけで、ロングアイランドのルーズベルト飛行場で飛行訓練を始め、3週間で飛行機の操縦を習得した。それから一人で飛行機を操縦するようになり、2年後には事業用飛行機の免許を取得した。1936年、 前の妻と離婚したオドラムと結婚した。オドラムはコクランの敏腕の財務担当者であり、コクランの,のビジネスに宣伝効果があることを認識していたマーケッターでもあった。コクランは自分の化粧品ブランドにウィングスツービューティーと名付け、自分で飛行機を操縦して全米を飛び回って商品を宣伝した。数年後、オドラムはハリウッドのコネを利用してマリリン・モンローに コクランのリップスティックを推奨してもらった。コクランは家族や自分の過去を否定していたが、実際には生家の家族と連絡を取り合い、長年にわたって家族を養ってきた。オドラムとの再婚後、家族の一部はカリフォルニア州の牧場に移り住んだ。彼らはコクランから自分たちがコクランと養子関係を結んだ家族だというように指示されていた。コクランは 自分の若年期の人生を世間から隠そうとしており、実際、それが明らかになったのは、コクランの死後のことだった。1938年のベンディックスレースにて P-40 をホークの操縦席に座るコクラン、ワスプ訓練生とコクランコクランは、1934年のマック・ロバートソンエアレースに出場した。このレースに出場した女性は、 コクランを含め3人だけだった。1937年には、ベンディックスレースに女性として唯一出場し、アメリア・ヤハートと協力してこのレースを女性に解放した。同年には、女性の世界速度新記録も樹立した。1938年には、コクランはアメリカで最高の女性パイロットとみなされるようになっていた。この時までに、ベンディックスレースに勝利し、 大陸横断速度の新記録や高度記録を樹立していた。コクランは女性として初めて爆撃機で大西洋を横断した。また、ハーモントロフィーを5回獲得した。コクランは速度の女王と呼ばれ、亡くなるまで速度、距離、高度の記録を保持していた。コクランはアメリア・イヤハートの友人だった。コクランは女性パイロットの国際連盟である。 ナナインティナインズにおいて創設メンバーではなかったが最も影響力のあるメンバーの一人だった。1941年から1943年までナナインティナインズの会長を務め空軍婦人パイロット部隊だけでなく新しく設立された民間航空パトロールにも女性パイロットが参加できるように尽力した。コクランはナイ,ンティナインズの解放で会員に CAP やワスプに参加することや戦争遂行のためにできることをするようと呼びかけた。アメリカが第二次世界大戦に参戦する前、コクランはアメリカ製の航空機をイギリスに運ぶ組織、ウィングス・ホー・ブリテンに参加し、女性として初めて爆撃機を操縦して大西洋を横断した。イギリスではイギリス空軍に志願した。コクランは イギリスの航空輸送予備部隊で数ヶ月間働き、アメリカで資格を保有する女性パイロットを募集して、イギリスに連れて行き、ATA に参加させた。コクランは ATA でフライトキャプテンの地位を得た。1939年9月、コクランはエレノア・ルーズベルトに手紙を出し、陸軍航空隊に女性飛行部隊の創設を提案した。コクランは、 男性パイロットの戦闘遂行に必要な国内での非戦闘航空業務はすべて資格を持った女性パイロットでも行うことができると考えた。コクランは当時、婦人陸軍補助隊の長官だったオベタカルプホビー大佐と同じような立場で自分が女性たちを指揮することを想定していた。同年、コクランは当時陸軍航空隊の輸送軍団の組織化に 協力していたロバート・オールズ中佐に手紙を書いた。手紙の中でコクランは輸送軍団の非戦闘任務に女性パイロットを採用することを提案した。1941年初頭、オールズはコクランにアメリカには女性パイロットが何人のいるのか、彼女たちの飛行時間、技術、国のために飛行機を飛ばすことへの関心、そして彼女たちの個人情報を調べるように頼んだ。 国蘭は民間航空局の記録をもとにデータを収集した。パイロットは不足していたにもかかわらず、女性パイロットの件はなかなか進まなかった。1941年6月に陸軍航空隊が陸軍航空軍に改組され、航空隊の司令官であったヘンリー・アーノルド中将が引き続き航空軍の司令官を務めた。 イギリスの ATA で女性が活躍していることを知っていたアーノルドは女性パイロットが人員問題の解決策であると考え、コクランに対し資格を持った女性パイロットと共にイギリスの状況を見てくるように提案した。アーノルドはコクランに彼女が戻ってくるまで女性パイロットに関する決定はしないと約束した。コクランは以前オールズからの依頼で行った調査により判明した。 最も優秀な女性パイロット76人に対し一緒にイギリスに行くよう依頼した。彼女たちは最低でも300時間以上の飛行経験があり、ほとんどの女性パイロットは1000時間以上の飛行経験を持っていた。25人の女性が試験に合格し、2ヶ月後の1942年3月にコクランと共にイギリスに渡り ATA に参加した。 コクランがイギリスに滞在中の1942年9月、アーノルドはナンシー・ハークネスラブの指揮の下、婦人補助輸送隊の編成を許可した。ワフスはデラウェア州ウィルミントンのニューキャッスル航空基地で軍用機の輸送を目的とした女性パイロットのグループから始まった。コクランはワフスの話を聞いて、すぐにイギリスから帰国した。コクランは イギリスの ATA での経験から女性パイロットは輸送任務以外にも訓練できると確信した。女性パイロットの飛行機会の拡大をアーノルドに働きかけ、コクランを長とする婦人飛行訓練文献隊の設立を承認してもらった。1943年8月、ワフスと WFTD は合併して空軍婦人パイロット部隊が設立され、コクランが司令官。 ナンシーラブが輸送部門の責任者となった。コクランは1943年8月から1944年12月までテキサス州スイートウォーターの旧アベンジャー飛行場で数百人の女性パイロットの訓練を監督した。戦時中の活躍が認められ、コクランには1945年に主勲章が授与された。1945年3月1日に発表された。 陸軍省のプレスリリースによると、コクランは民間人として初めて DSM を受賞した女性であり、当時、米国政府が授与する非戦闘時の最高位の賞であった。記録を打ち立てた回マイナス86に乗って、チャールズ・ E ・エーガーと話すコクラン・コクランとヘンリー・アーノルド終戦後、コクランは雑誌社に雇われて戦後の世界的な出来事を取材した。 日本の山下智之将軍のフィリピンでの降伏に立ち会い、ドイツのニュルンベルク裁判の取材も行った。1948年9月9日、国ンは中佐として空軍予備役軍団に入隊した。1969年に大佐に昇進し、1970年に退役した。空軍予備軍でのキャリアにおいて、3つの主君飛行十字章を受賞した。国蘭は、 戦後に登場したジェット機の操縦をはじめ、数々の記録を打ち立てた。コクランは超音速飛行を行った最初の女性パイロットとなった。1952年、47歳のコクランは、前年にジャクリーヌ・オリオールに破られた女性の世界速度記録に挑戦することを決意した。アメリカ空軍からカイマイナス86を借りようとしたが、断られた。 そこで、カナダ空軍の副司令官を紹介してもらい、カナダ国防大臣の許可を得て、セイバーさんの唯一の機体である19200を借りることができた。航空機メーカーのカナリアは、16人のサポートチームをカリフォルニアに派遣した。1953年5月18日、カリフォルニア州ロジャースドライレークで、時速 150.15km の新記録を 達成した。この飛行中に超音速となり、コクランは音速の壁を破った最初の女性となった。なお、この時、コクランの生涯の友であり、史上初めて超音速飛行を成功させたチャックイエーガーがコクランの飛行機の右側を飛行していた。同年6月3日には 15km のクローズドサーキットでの新記録時速 1078km を達成した。 1961年8月から10月にかけて、コクランは、ノースロップ社のコンサルタントとして、同社の超音速練習機 T-38A-30、A ノータロンを操縦し、速度、距離、高度の一連の記録を達成した。最終日には、T-38 を水平飛行で55,252.625フィート、 最高高度56,072.835フィートまで上昇させ国際航空連盟の2つの世界記録を達成した。コクランはまた空母から初着艦した最初の女性爆撃機を操縦して北大西洋を横断した最初の女性ジェット機を操縦して大西洋横断飛行を行った最初の女性景気着陸を初めて行った女性でもある。また 固定翼のジェット機で大西洋を横断した最初の女性であり、酸素マスクを装着して2万フィート以上を飛行した最初のパイロットであり、ベンディックス大陸横断レースに参加した最初の女性でもある。1960年代、コクランは夫と共に女性の宇宙飛行士としての能力を試験する初のプログラムに出資した。13人の女性パイロットが、 マーキュリー計画の男性宇宙飛行士と同じ試験に合格したが、このプログラムは途中で中止され、ここから女性宇宙飛行士が生まれることはなかった。これは NASA が主導したものではなかったが、NASA のライフサイエンス委員会の二人の委員が主導しており、そのうちの一人であるウィリアム・ランドルフ・ラブレスはコクラン、およびその夫の親友だった。コクランは、 当初はこのプログラムを支持していたが、後にこのプログラムの推進を遅らせる原因となった。コクランは海軍と NASA に宛てて、このプログラムが NASA の目標に沿って適切に運営されているかどうかを懸念する内容の手紙を送っており、これが最終的にプログラムの中止の大きな決め手になったと考えられる。コクランがマーキュリー13のプログラムに反対するようになったのは、 自分がアメリカで最も著名な女性飛行士で亡くなることを懸念したためというのが一般的な見方である。1962年7月17日と18日、ニューヨーク州選出のビクター・アンフーソ議員が会務科学宇宙飛行委員会の特別小委員会で宇宙飛行士プログラムから女性を排除することが差別に当たるかどうかを判断するための公聴会を開いた。 この校長会では宇宙飛行士のジョン・グレンとスコット・カー・ペンターが宇宙飛行士プログラムへの女性の参加に反対する証言をした。コクランもまた宇宙開発は時間が勝負であり計画通りに進めることが宇宙開発競争でソ連に勝つための唯一の方法であるとして女性を宇宙開発に参加させることに反対を唱えた。NASA はすべての宇宙飛行士に 軍のジェットテストパイロットプログラムを卒業し、工学の学位を持っていることを要求していた。当時、アメリカ空軍の訓練学校では、女性の入学が禁止されており、アメリカ人女性が軍用ジェット機のテストパイロットになることはできなかった。また、テストに合格した女性たちはいずれも工学の学位を持っていなかった。しかし、マーキュリー13の中には、 民間のテストパイロットとして雇用されていたものもおり、プロペラ機での飛行時間が男性宇宙飛行士候補者よりもかなり長いものが多かったにもかかわらず、NASA はプロペラ機での飛行時間をジェット機での飛行時間と同等のものとすることを検討しなかった。これでマーキュリー13プログラムは終了した。重要なのはこの校長会が開催されたのが1964年。 公民権法が成立して、性差別が違法となる2年前のことであるということで、ある。1962年当時、すでに女性の権利に関する考えが、政治的言説に浸透していたことを示すものである。ドワイト・アイゼンハワー大統領から、ハーモントロフィーを授与されるコクランと、チャック・イェーガー・コクランは、生涯にわたり、共和党員だった。政治と軍事に関わった結果、 ドワイト・アイゼンハワー将軍と親しくなった。1952年の初め、コクランは夫と共にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた大統領候補のアイゼンハワーを支援する大規模な集会のスポンサーを務めた。集会の様子を記録した映画フィルムは、コクランが自ら操縦する飛行機でフランスへ運ばれ、ナト軍最高司令官だったアイゼンハワーの前で上映された。 コクランの支援は、アイゼンハワーが1952年の大統領選への立候補を決意する大きな要因となり、アイゼンハワーの選挙戦の成功に大きな役割を果たした。その後も二人は信仰を深めた。アイゼンハワーは、彼女と夫が所有するカリフォルニアの牧場を頻繁に訪れ、退任後は回顧録の一部をここで執筆した。1五十六年、コクランは、 カリフォルニア州から共和党の候補者として、会議員選挙に出馬した。選挙期間中は、ジャクリーン・コクランオドラムの名前を使用した。予備選では5人の男性候補を破って、共和党の指名を受けたものの、選挙では民主党の候補者で、アジア系アメリカ人初の会議員である、ダリップシンソ総ン・ドに、5万1690票対5万4989票という、 接戦で敗れた。これは、コクランが経験した数少ない失敗の一つであり、コクランは二度と選挙に出馬しようとしなかった。コクランを知る人は、この敗北が彼女の一生を悩ませたと語っている。回マイナス86の主翼に立ち、チャック・イエーガーやカナリアのチーフテストパイロット、ビル・ロングハーストと話すコクラン・コクランは1980年8月9日に、 カリフォルニア州インディオの自宅で亡くなった。夫はその4年前に亡くなっていた。遺体は長く住んでいたコーアチェラバレーのコーチェラバレー公共墓地に埋葬されている。コクランがよく利用していたサーマル空港は1988年にデザートリゾート地方空港に改称された後、2004年にジャクリーンコクラン地方空港に改称された。同空港では ジャクリーン・コクラン航空賞が毎年開催されている。ジョージア州航空伝道のコクランの名版コクランは世界の多くの国から表彰を受けている。1949年、フランス政府は彼女の戦争と航空への貢献を認め、1951年にフランス航空勲章を授与した。また、国際宇宙飛行連盟からゴールドメダルを受賞した唯一の女性でもある。 アメリカ空軍主官学校では、女性では初めて、国蘭の功績を永久に展示している。ありがとうございます。